お姉系なのかな、この人。見た目すごいクールだけど。そっか、じゃああんたもなんでこんなことになってるのかわからないわけね。私の方もだいたい同じ感じよ。おまけにこのバラ、花びらちぎれると自分の体に痛みが出てきてさ。さっきは死ぬかと思ったわ。取り返してくれてありがとね。で、とりあえずさ、ここから出る方法を探さない？こんな気味の悪い場所にずっといたらおかしくなっちゃうんだ。そういえばまだ名前聞いてなかったわね。私はギャリーっていうの。あんたは？私イブです。子供一人じゃ危ないからね。私も一緒についてってあげるわ。行くわよイブ。なんで仕切るの？あっ頼りない。今のはちょっと驚いただけよ。ほんとよ。とにかくこういう変なのがいるから気をつけて進むわよ。お、合体した。これ食らうんだよね。いけるかな？あ、そうだ。ここ、頭がないんだよね。え？あ、なにこれ、邪魔ね。イブ、ちょっと離れててくれる？よっと。さすがっす。よし、これで通れるようになったわ。それじゃあ行きましょう。行きましょう。やった、ありがとう。さすが、大人の力は偉大ですな。これ、いける？左手。花嫁の左手。右手。やばい。なんか、花婿と花嫁と、手があったけど、あ、セーブ。コーヒーとケーキの絵が飾ってある。おしゃんやな。何？迷路。迷路。これ捕まったらやばいやつ。これ何？あ、血。ただの血でした。これなんだ？赤い絵の具から、まっすぐ南へ？あ、これ絵の具？赤い絵の具からまっすぐ南へ。待って、待って、待って、これ、やばいか？やばいか？やばいか？これ見たいの。迷路を抜け出すコツ。壁に片手をつきながら進んで、いつかゴールに。そうだね。コツはいいんだけど、天井低くて参っちゃうわ。変なのうろついてるし。挟み撃ちにならないように気をつけなさいよ、イブ。挟み撃ちになってる。あ、でもまだいける？ちょっと、ギリギリまで。あ、無理。無理。死んじゃうべ。壁にスイッチ。押す。部屋の外で音がした。これか。こういうことか。へぇー。危ない。危ない、危ない、危ない。逃げろ。ふぅ。なんか、いろいろ、うわ。キャー、なにこれ気持ち悪い。確かに。なんで床に目があるのよ。それは思うけど、なんか、これだけ赤いよ。受血してんの。そうやってさ、カラコンつけたまま寝るからだよ。女の人の絵が飾ってある。大きな氷の絵が飾ってある。蛇？景色。お、なんかやばいやついるぞ、ここ。お花いいな。そのお花くれたら通してあげる。あげ、ちょっとやばそう。ちょっとぐらいいいじゃん。あはは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 は。笑いすぎな。これおしゃんな絵で。あ、なんだっけ？あ、見てない、まだ。なんだ？ワインソファ。おしゃれ？おしゃれ？大きなワイングラスが斜めにカットされて、中に赤いクッション。
座り心地よさ。ああ、それだけ？なんか暗くなるんだけど、ここ。なんで？憂鬱かな？憂鬱ね。まあ、こんなとこに、こんなとこにいれば憂鬱にもなるよね。パズル。いろいろな色で塗られた骸骨。これ偽物よね。感情。人の形にも見える木のオブジェ。よくこんなものを考えつくわよね。そうね。なんか飾られてるだけで。入ったっけ？わー、入ってない。美術館ですか？違う。美術館は合ってる。美術室みたい。え？これ、あ、そういう謎解き？これちょっと適当に言ったらまずいやつじゃない？これ、こっち行ったらどうなるの？あ、いけない。これは？いけるか？あ、いける。こうやって、こうやって、いけるやろ？ほら見ろ。目薬の絵が飾ってある。あの、充血の目玉ちゃんかな？椅子の上に何かが。やった。目薬ゲット。これ充血のカラコンつけたまま寝ちゃった目玉ちゃんにあげる。じっと見つめ返す。じっと見つめ返してみる。ちょっとイブ何してんのよ。目薬を刺しました。パチン！充血が治った。あれ？移動した。何？なんかある？ね？なんで移動したの？この子。壁を見つめてる？あ！隠し通路。すげえ。何？ガラス玉。へえ。ヒントくれた。いい子やな。ガラス玉？何するんだろうな。ここも謎だしな。こいつにバラの花あげるしかないのかな。赤いバラを渡す？渡そう。信用できないわ。え、もうこれ全部あげちゃうってことかな。一枚だけ。それじゃあいただきます。一個だけあげればいいじゃん。で、これ何に使うんだ？ガラス玉。これがわからん。ガラス玉。もう一回調べる。ガラス玉。あ、くぼみがあった。はめる。なんか落ちた。文字が書かれてる。大きな木の後ろに何があると。で、扉が開きました。木の後ろに何がある？これのこと？ほう。何かが光ってる。銀色の指輪。これ結婚指輪じゃない？どうしてこんなところに。あー、なんか悲しんでる花嫁花婿がおったわ、下に。左手にあげればいい？はい。はめる。薬でしょ？うん。やった。おお、ブーケもらった。よっしゃ、次結婚するのは私や。ブーケを手に入れた。どうもどうも、おめでとうおめでとう。あ、そっか、ブーケもらったから。こいつね。はい、
お花ちょうだい。赤いバラは私、ブーケを渡した。いい匂いだなー、えへへ。それじゃいただきます。食べちゃって、じゃない。あー、美味しかった。ありがとうありがとう。約束だからね。落とすよ。リティギアな。このドアで奥に行けるよ。それじゃあね、バイバーイ。アンバランスな箱。箱なのこれ。預かりし心臓。誰から？ドナーから？わーやばいやん。顔がさ、やばいんだよ。なんなのこれ。なんなのこれ。あ、え、すげえ、この人、見てくる。この人白目。白目。うわ。額縁のやつおるやん。動画あって？頭がない像がある。おお、なんか飛んでった。飛んでったけど。すごい額縁いっぱいあるよ。やばいんでない？怖っ。顔怖っ。何？なんかいろいろ見れるけど。顔見る。怖っ。怖い。でももう一つ最後。服を見るな。数字か、これ。5629。これでも、逆さやん。逆さやから逆なんちゃう。6295。これは出てこないんやろね。出てこないよね。これなんかちょっと目が赤いやつ、あんのは何？ここ入ってみる？影かかってる。あ、でもみんな目、服の色と一緒か。ぬぬ、部屋の、部屋にある女の絵の数だよ。ぬぬぬ、わからん。数えてくる。うん、そういうことか。じゃあ出てこないんかな、これ。くそ。なんか、腹立つ。さっき4あって、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14。14個です。はい、正解。何かの音がした。で、こっちは？あ、これ、6295じゃない？イエーイ。何かの音がした。なんだこれ。なんだこれ。押せるけど。何？花瓶と台が描かれている。人の気配がする。またか。あ、ここなんか足元黒いから、ここに、無理じゃねえこれ。積んだ積んだ。ここにやるってことか。もう一回出てやったらいけるか。なんだこれ、回復なんかなと思ったの。こっちは？抜けてる。楽しい。あ？美術館はちょっと不気味な遊園地。おかしなものがたくさんあるのに。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょ？だからあなたもここにいれば？大丈夫。みんながいるから。怖っ。私は抜け出すよ。
顔怖いよ。さらっと、なんかこっちの方がビビっちゃった、この額縁の女の人。これなんもないよなぁ。ここは、あ、かかっちゃった。鍵かかってる。でもなんかさっきが、あれ？あ、ここ入れるやん。鏡がある。なんで見れたん？え？お前、何よ？何よこれ？いつの間に部屋に入ってきたのよ。何よ、お前。鏡がある。うわぁ！おるよ、後ろに。きゃあ、何よこれ。この、目をつむる、ギャリーを止める。でもまだ何もされてないから、止める。攻撃してきてないもん。で、何だったの？鏡んとこ。吊るされた男。もう見たんだよなぁ。なんもないよなぁ。あ、早い早い、お前早いよ早いよ、超早いじゃん。あ、危ない、待って待って、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。どうすんのこれ、鍵手に入れたけど。ここか。正解。なんで座れんのここ。なんだこのソファー、てか。何？固定されていて動かせない。疲れたのならゆっくりお休み？もう苦しむこともなくなるから。せやな。二人、見覚えのある男女。この二人は、どうしたのイブ？え、この絵の人、イブのママとパパなの？ね、パパとママ。へえ、確かにイブに似てるかも。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって？それはちょっと私にもわからないわ。大丈夫よ。きっとどこかにいるって。いるって。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。そりゃさ、親に会いたいよな。これはなーにー、なんかここ抜けてるけど、大きな本棚。動かせるみたい。動かしとく？なんかあるのかな？右か左。すごく重要そうだぞ、これ。何？どっちかに何かあるの？またできるんかな？右、左。でもそこに窓があるから。左にしてみるか。なんか窓にあるんかな？へ、なんもできない。え、なんもできないよ。窓。何？座れるだけだし、床に固定されていて動かせない。お父さんとお母さんの絵だ。悲しいなこれ。扉が開かない。え、嘘でしょ。鍵は開けっぱなしのはずだけど。うー、 BGM なくなった。ここは誰か来る？ドアの前に誰かいるわ。リブ注意して。え？扉が開かない。開かない。開かない。どうすんの？どうすんの？なんか、何するの？あ、やばいって。やばいって。あ、いけた。出れた。え、いっぱいおる。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 だからこここんなピエロなのか。どうしたらいいの？逃げれないんだけど。
しかないよ。笑ってるし。はあ、はあ、ここまで来れば大丈夫でしょ。ざまあ見なさい。いや、さっきのはマジで多すぎた。さてと、それじゃあ先に。で、イブ？どうした？どうしたの？大丈夫？あれ？イブ？ちょっとしっかり。イブ？イブ？いいやん。てかバラ10個も、怖い。